はい、こんばんは、島津です。ヘルダイバー2、本日もやっていくんですけど、もうすでにタイトルとサムネにも書かれてるんですけど、この前に出した動画でオートマトン軍にヤバい兵器がね導入されたってね動画出したんですけど、あれから2日後にですね、なんとオートマトン軍絶滅しました。自由の敵はすぐそこまで迫っている。マップを見てもらうとわかるんですけど、はい、完全制圧ですね。スーパーアースが管理している銀河系からね、オートマトンが、消えました。実は前回の動画ではね、全く細かく話してなかったんですけど、あの時点で、オートマトン軍を追い込むある作戦がね、実行されてて、ここかな？ソブリン聖域の、マレクベロンはもう制圧されてたか。ダーゲンとウバニアとティビットだったかな？この3箇所を制圧しろっていうミッションが発生してたんですけど、このミッションね、当初はね、かなり難易度高いって思ってたんですよ。なんでかっていうと、3箇所、3つの星を制圧するのに、その期日がですね、2日だったんですよね。かなり短かったんですよ。その上、ガンシップとかファクトリーストライダーがサプライズで導入されたから、ミッションをクリアする難易度も上がってたんですよね。そういったのもあって、2日じゃ3つの星制圧できねえだろうなって思ってたんだけど、まさかのね、達成ができてしまったんですよ。その結果何が起きたかっていうと、オートマトン軍の全滅です。このことね、ネットでニュースに取り上げられてて、海外国内で。まさかのオートマトン軍が全滅したと。ヘルダイバーの逃走シーンはどこに向かうのかっていう風にね、書かれてたんですよ。オートマトン軍が消えるっていう展開は自分は予測できなかった。縮小するんじゃないかなとは思ってたけど、まさかね、オートマトン軍がね、絶滅する。この聖域からね、絶滅するとは思ってませんでした。はい。で、今ね、できることなんですけど、今はターミニッドの星で、ある計画が進んでます。ゲームをプレイしてる人はね、ご存知だと思うんですけど、このオートマトン軍を追い詰める作戦の前に、ターミニッドの星で、まあ、簡単に言うと、殺虫剤をまくね、指令が下ってたんですよね。殺虫剤をまくことによって、ターミニッドを弱体化するっていうミッションですね。それで、その散布は成功して、ターミニッドの抑制に成功したんですよね。そして、今ターミニッドの勢いがね、停滞してるので、この間にさらに、その、根絶作業を進めて、新しいね、養殖場を建てるみたいなんですけど、ターミニッドの。その建設地の安全を確保してほしいっていう、指令が下ってます。ターミニッドの死骸から取れる物質は、戦艦がワープするじゃないですか。ビューンって。燃料になるんですよ。だから、養殖場を建てて燃料確保しようとしてるんですね。実際に今まで養殖場を建ててたんだけど、そっから脱走したターミニッドが繁殖したことによって、今までこういった状況になってたんですよ。各星々に繁殖しちゃって。で、その失敗を繰り返さないために、厳重なね、新しい養殖場を建てるっていうことになったみたいなんですけど、まあもうこの時点で悪い予感しかしませんよね。右の方に書いてあるけど、この養殖場では十分な広さの空間で、栄養価の高い最新 A の餌を与えながら、厳重な管理下でターミニッドを飼育するって書いてあるんだけど、これ最終的には栄養価の高い餌のおかげで、ね、大きく成長したり、あと突然変異を起こしたって、どうにか対処してくれっていうね、流れまで俺はもう頭の中で描けてます。皆さんはどうですかね？俺はもうそう描いてる。はい、ターミニッドではそういった指令が下ってます。で、今結構平和な状況なんですけど、こっからね、あることが起きるんじゃないかなっていうので、界隈ではちょっと話題になっていて、ついに
イルミネイトが来るんじゃないかって言われてるんですよ。2からプレイしてる人は知らないと思うんですけど、一作目はですね、実は最初から3勢力いたんですよね。一つはサイボーグ、一つはターミニッド、そして最後の一つがイルミネイト。この3種族がスーパーアースと戦ってたんですよ。ちなみに今作でははっきりとは明言されてないんですけど、オートマトン軍は前作のサイボーグ軍の残党が、そうだね、完全な機械化に成功してオートマトン軍になったんじゃないかなっていう風にも言われています。噂されてますか。で、話戻して、そう、まだ今作に出てきてないのはイルミネイトなんですよ。イルミネイトは高度な文明と技術を持った知的宇宙人だったんですけど、その技術を駆使してスーパーアース、ヘルダイバーたちをね、苦しめてたんですよね。最終的にはヘルダイバーたちが勝利して絶滅または衰退まで追いやって、今作にはまだ登場してないんですよ。ちなみにスーパーアースの戦艦のワープありますよね。あの技術ってもともとはイルミネートの技術なんですよ。それを勝利した際に奪ったんですよね。だから短時間でポン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 ワープできるのはイルミネートたちのおかげなんですよ。ただね、イルミネートたちももし生き残ってるようであればかなり恨んでるはずなんで、今裏でね、着々とね、準備を進めてるんじゃないかって。で、その準備が完了してそろそろ登場するんじゃないかっていう風にね、界隈ではね、噂されてます。枠としては上と下が空いてるから、おそらくどちらかに登場すると思うんですけど、あと一枠空くよね、そうなってくると。ってことは4勢力最終的に出てくる可能性があんね。まあ、あと1勢力がね、どうなるかわかんないけど、まあそういった予想もなんか、ね、できますよね。はい、まあそういったね、噂で持ちきりなんですけど、もしイルミネートがね、来るのであれば、もう今20時間切ったんだけど、この全体命令の、タイムリミット後に来るんじゃないかっていうね、予想をしてる人もいるみたいです。自分は、できればね、そうであってほしいかなって思ってる。オートマトン消えちゃったから。果たしてね、20時間後ね、どうなるでしょうかね。非常に、楽しみです。それじゃあね、本日はゲーム情報のみになったんですけど、この銀河の聖域からオートマトン軍がなんと根絶、絶滅させられたっていう情報と、で、今現状どういったことが起きてるのか、そして今後何が起きるのかっていうのが、いろいろ噂されてるっていうお話をしましたけど、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またね、こういった形でゲームの最新情報とかね、あと面白そうなね、感じの動画が撮れそうだったら、今後も投稿していければいいかなと思ってるんで、よかったらね、また見ていただけるとありがたいかなと思います。はい。それでは、島津のヘルダイバー2最新情報になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。